オークランドでの撮影はどんなふうにエンジョイされたのかと伺いたいと思います。はい、どのようにエンジョイした、はい、あのなかなかあの天気がですね、あんまり良くなくて、それでその天雨の合間を縫って撮影してたんですけど、たまたまあの僕らが撮るとこだけは、うまく、雨が止んだり日が出たりしてうまく撮れたと思います。あとまあゴルフはですね、ゴルフの撮影をしてなるべく早く終わって、そのまま別のゴルフ場行って京さんと2人でゴルフをやったとか、着いた日にゴルフをやったとか、2回やってね、はいはい、で僕はその前にはニュージーランドへお邪魔したことがあって、その時はもうヨットもやり、乗馬もやりと、すごく僕はニュージーランド大好きです、はい、柴田さんはいかがですか。ニュージーランドのゴルフ場、グリーンがですねちょっとすり鉢状になってまして、どなたが打ってもホールインワンができるゴルフ場になりました。とても楽しく、嘘です。あとタスさんにラグビーを見に行きませんかと誘っていただいて、それでとっても僕初めて会ったんですけども、すごい興奮しました。とっても素敵な試合だったし面白かったです、はい、じゃあロケは楽しかった。はい、楽しかった。エディ・ジョーンズがもう辞めたんですけども、皆さんご存知ですよね、ジャパンの、監督の、今イングランドに行ってますけど、エディ・ジョーンズの前にジョン・カーワンという有名なニュージーランドの、ラグビー選手が、監督、日本のラグビー代表の、監督に なっていて、そのジョン・カーワンとすごく仲がいいんですね。それでそのジョン・カーワンと一緒にパーティーに行ったり、ホームパーティーに行ったり、京様ともしました。はい、はい、じゃあ中央の、ね、方が合わせていただいて、面線を皆さんどんどんね写真撮っててくださいね。そして SNS にアブデカ・アブ大札とか言いながらこう上げていただいたら嬉しいです。あ、動画はダメなのでごめんなさいね。移動はしちゃダメですよ。さあ、それではですね、さらなる大ヒットを祈って、私がちょっと一言声掛けをさせていただきたいと思います。さらば危ないリカ大ヒット。全国にどんどん危ないリカが広まりますよということでお祝いになります。さあ、たくさんのファンの方がこうやって集まっていただきました。今日で舞台挨拶も最後になります。そしてアブデカファンの方々にも集まっていただいておりますので、ここでタチさんから柴田さんへ、そして柴田さんからタチさんへ、まあタカからユージへ、ユージからタチ、タカへ、ごめんなさいすいません、申し訳ございません。呼び捨てにしたタカさんへ、はい、という感じの何かこうお二人で贈る言葉なんかがあればと、ぜひ。僕はですね、もちろんタフさんに感謝してます。大下裕二を産んでくれたのはタフさんです。大下裕二から高山に、贈る言葉としてはですね、タカ、女に気をつけろ。そうですね、高山から大下に送ることですか、難しいな。ずっと、走り続けてほしいと、はい、そう思います。ありがとうございます。さあ、それでは最後にアブデカファンの皆様に、作品をずっと支え続けてくださった皆様にですね、お二人からメッセージをいただきたいと思います。30年間本当にタカとユージを応援してくれて、本
本当にどうもありがとう。本当に男性の方もいっぱい応援してくれてどうもありがとう。いつかおじいちゃんになったらお孫さんに、おじいちゃんのライバルは田畑雄二だったんだぜ、女性の方はお孫さんに、私の初恋は田畑雄二だったんだよ、そう語り継いでいただけたら田畑雄二は永久に不滅です。本当にどうもありがとう。30年間どうもありがとう。作品に出会えて、柴田恭兵という俳優さんに出会えて、すごく、刺激を受けてすごく幸せでした。そしてこの作品を通じて、今日いらっしゃっている皆さんに出会うことができて本当に幸せでした。ありがとうございました。